りができてない。めちゃくちゃ良かったです。すぐに助けられました。全部ガッツ行ってくれたから、しかも取ってくれたし。ありがとうございます。あれめっちゃ助かります。あれで取ってカウンターから決めたやつもあったし、最後も。あそこダメでも全然遅らせるし、周りが準備できるからあれめっちゃ助かります。しかも勝率がいい。勉強します。よかった。つかめながら足グリッて動かしてたね。つかんでましたね。やり方つかんでましたね。最後だって全然あのむしろボール奪える気がバリバリでした。すみません、読みがあるんだと思う。やり直そう。なんでだ。終わってもいたらかよ。ごめん、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 ごめん。あ、ナイスティ。いやいやいや、忘れしてます。いや、いや、行け、行け。あ、すみません、やばい。おい。ああ、きついな。きついね。ボレー。おお。きた。オフ。いけないな。ドン。ナイス。おい。おっと来た。あ、いい音。さあ、チャイム。入ったかも。はい。あ。あ、おい。ナイスパー。ナイス。パラ。ドン。ナイス。
外れる。ああ。昨日のエンジョイカップで思ったんですけど、なんて言えばいいんですかね、すごく、おい入ったで、入んじゃないのか、惜しいすごく語弊がないような言い方をするのが難しいんですけど、すごい、ドリブルのキレがすごい人いたじゃないですか。でもパッと見多分全盛期のウェイトよりはちょっと増えてる感じがしたじゃないですか。ってことはウェイトじゃないのかなって思いました。スピードとかそういうのなんか言い訳にしてたけどいや、もともともっと速かったのかもしれないですけど、緩急綺麗ですいや、なんか今まで体重さえ落とせば的なことを言ってたけど、そういう問題じゃない気がすると思う、はい、いや別にめっちゃ太ってたとかじゃないんですよ、そういうわけじゃないけど、そんな速いんだと思って、筋力と瞬発力も